ください。はい、そうですね。続きましてのコンシェルジュさん、はい、どうぞ。まあ、ナゴムは綺麗かれんなお花さっきのもあっただけにナゴムでしょこのギャップがまたナゴム言えないんですけどね、うん、はい、今日はようこそおいでいただきました。さあ、お二人目のコンシェルジュさんですね。コンシェルジュネーム、ともこちゃん。はい、ともこちゃん、かわいい。かわいいね。かわいい、もう。あの、お話する人ってそんな感じがあるよね。ね、ないよね。本当に。見てるだけでうっとりしちゃうわなんか、ね、さあ、じゃあ、ね、進めていかないとね。そう、今あのキリンさんがね持ってくださって、今日お花も一緒に持ってきてくださってるんですが、ね、ともこちゃんは北区の、あの有名なね、霜降り銀座商店街っていうね、はい、よく霜降り、霜降りあっちの霜降りじゃなくてすごい引っかかっちゃったではなくて、霜が降るの霜降り商店街にあるお花屋さんで、フラジャイルさんというお花屋さんの店長さんいらっしゃいます。はい、かわいい店長さん。店長さんです。とも子店長さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、フラジャイルさんについてね、私がお邪魔したことあるんですけど、はい、ちょっと簡単にじゃあご紹介をしていただこうかな。はい。ね、フラジャイルは、先ほどご紹介があった通り、北区の霜降り商店街の中にある、2011年10月にオープンした花屋になります。あ、まだ新しいんだよね。はい、ね、うーん、そっかそっか。お店に行くと分かるんですけど、ちょっとね、普通のお花屋さんと違うのよね。はい、こだわりポイントがね、あるのよね。はい、うん、なんだっけ、こだわりは、うん、お花は産地を厳選して花の仕入れを行っていたりとか、あとはもう観葉植物に結構力を入れているんですけど、あの一点物とか珍しい植物をたくさん入れて、あのコーディネートをしています。私、あの見たことがない観葉植物とかいっぱいあるのね。あれは一点物だったんですか。あ、そうですね、一点物を多く入れてます。一点物をじゃあ作ってらっしゃる方がいるっていうことなんですね。産地でそのお花を買うんだっていうのはまだ全然イメージがなかったので、いつもいつもね、どこまで仕入れに行かれてますもんね。フェイスブックで今見ております。長旅で、はい、ね、それともう一つ、はい、びっくりしたんだけれど、はい、お花があのお店の中に溢れてるじゃないですか。はい、ジャルさんでね、はい、ガジャルのお花はあのキーパーって言われる、あのお花の冷蔵庫には花の花を入れていなくて、あの外に出してディスプレイをしています。そうなんですよね、はい、これ最初本当にびっくりして、あの大体こう涼しいところに、うん、あの入ってるじゃないですか、うん、夏とか花って、でこうやって開けてバラくださいとか、はい、これくださいとか。入ってないで大丈夫なの。あ、はい、大丈夫なんです。あのもちろん夏はクーラーガンガンにかけているんですけど、お花のためを持ったらそうよね。冷蔵庫の中にいる子がね、お家に連れてくると割とすぐ気温差ってダメになりやすいんで、うんうん、だからお花中心のお店作り、まさにお店作りで、お家の中でね、本当にお花を飾ってるようにわーって、もう溢れてるんですよ、お花が。でそれに結構最初びっくりして、うん、なんかいつまでも痛くなっちゃう。ありがとうございます。すごい素敵なお店作りなんですよね。で、横畑さん、店長がね、ともこちゃんがよくおっしゃってることが、お店のコンセプトが、ぜひ教えてください。はい、お客来ていただいたお客様に、あのお店ごと買いたいって言ってもらえるような、あ、はい、お店作りをしています。全部ね、はい、空間コーディネートねーですよね、はい、なんかそのお花屋さんに行ってお花を買う以外に、その癒されたりとか、そういうなんかこう気持ちリラックスさせてもらったりっていうことがあんまり今まで経験がなかったので、そうだからお花買わなくてもね、なんかついつい足を行ってしまうミッチーナでございますけどもね。そう、あの北区の霜降り銀座商店街ってすごく実は歴史があって、うん、有名な、ね、商店街なんですよね、はい、いろんなテレビとかにも出たりとかすることがあるんですけれども、ぜひお近くの方も、あのそうでない方もぜひ、あの商店街入ったらすぐまっすぐ行った先のところにすぐフラジャイルさんがあるので、うん、はい、またブログとかフェイスブックとかでご紹介もするので、ぜひ一度、もうとにかくやっぱそのお店に足を運んでいただきたい、あのわーっていうね、あの花にこうなんか花があふれたお店の感じをぜひ
ご覧になっていただきたいなというふうに思うところですね。さあ、そして花の母の日ですね。あ、もうすぐね、はい、来週の日曜、うん、今週か、今週、明後日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 、8日、違う、違う、いいです、日曜日ですね、来週か、今度の日曜日、あ、日曜日、日曜日、ちょっとあのフライングでしたね。8日だと思い込んだ、あ、惜しい、何かある、私もうもらっちゃったの、息子で、なるほど、なるほど、だからそういう感じだった、ちょっと早かったですけどね。そう、今度の日曜日が母の日ということで、お店でも母の日のね、はい、いろんな商品を用意してくださったりとか、なんかこうご紹介できるものとかありますか。はい、母の日の限定商品もご用意してまして、うん、の石鹸とバスソルトのお花のセットとかもご用意していたりとか、うん、あとはあのご予算に合わせてあの花束とかアレンジメント鉢物などご用意してますので、うん、お母様のイメージを教えていただけましたら、あのイメージ通りに作らせて、そうなんですか、はい、へー、行きなさい、ねえ、でもね、お花屋さんってちょっとね恥ずかしいんですよ、男性的なところの観点で言うと、そこら辺ってどうですか。全然気にせず入ってきてください。そうですか。え、女性からしたらお花屋さんに来てる男性はかっこいいよね。かっこいい、そうなんですか。素敵ですよ、やっぱり。おどおどしちゃうんですよ。それは素敵じゃないけど。ですよね。でもなんかわからないこととかね、結構あるからドキドキしちゃうのかしらね。うん、あ、だから本当にね、今おっしゃったように、うん、お母さんのイメージを言えば、うん、こんな感じの人なんですって言えば、うん、イメージをね、作ってくださるんですよね。予算とかも、はい、予算これくらいで、はい、あ、いいですね。ニチナなんか全然わかんないから、お花の名前とか、うん、黄色の花とか、それもどうなの、緑系の花でゴージャスとか、そういう言い方で、いいのよ、いいのよ、うん、だからこうじゃなくちゃダメをとにかくやめて、あ、なるほどね、どんな形でもイメージだけでもいいし、とにかく黄色が今いいなって言ったら、はい、ね、その中から選んでたり、そういう元気が出るようなね、アレンジしてくださったりとかすると、すごくそういうのもね楽しいですよね、うん、そういうコミュニケーションもね、作る方もそこが楽しみだもんね。まさにコンシェルジュですね。そう、ね、お店の中でもね、うん、コンシェルジュとか書いてあったりとか、そうですね、あ、じゃあレインボータウン FM 名札を今度つけて押し付けが欲しい。いやいや、いつも本番で交渉しろとボスに言われてますから、ね、じゃあそれもぜひお願いをしつつ、はい、もうすぐ母の日ですからね、ぜひ皆さん、ガジャリさんに足を運んでいただけたらと思います。で、最近またガーデニングのね、なんかサービスなんかも始めたりとかで、結構いろいろ広げて、何ですか、ガーデニングのサービス。お庭のね、ベランダとか の、うん、ちょっと一人じゃやるの大変っていうのをお手伝いしたりとか。あ、それ欲しいものよ。本当です。そう、ね、うん、ちょっと聞きたかったりね、そうそう、一人暮らしの時とかお世話ができなかったり、鉢を変えるって言っても、なんかどうやってやるのとか、本当にわからないことが多くて、そういうのをね、お世話してくださったりするカンシェルジュさん、はい、本当にぜひぜひ皆さん、フラジャイさんお越しいただきたいと思います、はい、さあ、今日のコンシェルジュ、ともこちゃん、はい、ありがとう、ぴったりな情報でした ね、本当にタイムリーな、ね、はい、情報ありがとうございました。